<laughs> はい、えー、どうも、こんばんは。えー、山本一六です、えー。本日はですね、えー、まあ、昨日に続いて、えー、クズ人間エピソードランキングということでね、えー、やっていきたいと思いますけど、えー、まあ、一応ね、投稿はね、あのー、1件だけ来てます。はい、1件だけね。えー ちょっとこれ書いときも、まあ、投稿はね全然、あのー、募集しておりますんでねぜひ、あのー、ともね、あのー、そうクズ人間クズ人間とかねクズ男クズ女のエピソードがある方っていうのはねぜひ、えー、とも、あのー、投稿の方をお願いいたします。はい ということでですね、今日はですね、昨日の振り返りからいきたいと思いますけど、えー、今、えー、圧倒的な1位を保っているのが、えー、浮気ありチン男マフティーと。えー、あ、本ン,ボンありがとうございます。えー、これはね、マフこの浮気ありチン男マフティーっていうのは、元婚約者に対してね、えー、まあ、あの、何 まあ、セックスしてる時にあの元婚約者に電話をかけてそのシーンを聞かせる、あビデオ通話かな、つけてそのシーンを見せつける、えー、まあ、さらにはあの婚約者がいる中、あのまあ、配信上で、えー、自分は変あ女連れてきたみたいなのを。 まあやった女と一緒に配信したりとかをしだす。えー、まああとさらにはリベンジポルノですね。裸の画像をさらして回ると。えー、まあこれね浮気やりチン男マフティまあ堂々の100点のクズ男確定ですね。えー、まあ確かにねこれ聞いてるとこの1ぶっちぎりなんですよね。うん、で、えー、2 あの酔っ払いリベポル彼氏九尾の宅、えー、93点、えー、これもちょっと惜しかったんですけどね、えー、これも結構似たようなもんです。はいえー、まあその まあ、ディスコードっていう通話のツールのところでね、えー、付き合ってる彼女がいる前で、えー、他の女に告白してみたり口説いてみたりイチャイチャしてみたりした上でそれを理由に分かれると、あのー、その個人情報とか顔写真とかを晒し出すと、えー、正直、あのーうんまあ、気持ち悪いレベルなのかなっていう感じのこの2位のキュービーのタクですねで、えー、友人から寝取り野郎をシャチ えこれ3位にランクインしてますけど、えー、<coughs> これはですね、あのー、まあ,あいろいろクズ要素が盛り込まれてたんですけど、あのーまあ、<coughs> まあそもそも女を物のように扱ってて。あのー まあ結婚にふさわしくない男は女は12月31日に断捨離するーと豪語してた感じのところから崩す加減が出てるんですけど、まあ、その上ね、えーまあ、彼,彼女がいるっていう風な感じでもうこ,れこの人に決めたっていう風な彼女がいるにもかかわらずあの友人のねあの、まあ、不圧っ上で、まあ、本当に友人関係にあった人の、えーまあ、人が、まあ、あの好きだった女性 っていうのを、まあ、あの、誕生日に家に呼んだりとかね、えー、まあ、寝とってみたりとかっていうのをやってるシャチ。まあ、これもクズですよね。まあ、僕はね、あの、うん、まあ、クズだなって思いましたね、そのエピソード聞いてね。やべえな、こいつっつって。で、えー、デートの2週間後結婚、愛さんね、えー。これは僕のエピソードなんですけどね、あのー、まあ、 まデートして振られて、その2週間後に結婚はね、やっぱ心に響くもんがあるなというのはやっぱ思いましたね。はい。ということでね、まあ,あとスカイプイップださこの g さん、えー、これも大したことないんでね、この4人ぐらいでとりあえずはいいんじゃないかなと思います。<coughs> まあそんなこんなでね、昨日の振り返り、まあトップ、まあ、3まででいいかな、紹介はね。うん まあ一応ですね、えー、これランキングの増減っていうのはですね、あのー、一応応援花火のみです。えー、応援花火で、えー、応援花火一発で1ポイントだけ上げれます。はい、本当にそれだけです。えー、まあちょっと高いとは思うんですけど、まあ、別に、ねまあ、それ上がったところで一応があ、まあ、増減ね。だからまあ、 マフティを1ポイント減らすとかもできるし、1ポイント足すとかもできます。えー、応援花火一発でね、えー。これに関しては、まあま、あんまおすすめはしないんですけどね。あのー、まあ、一応、まあ、それ、順位の増減のポイントは変わるけど、元の点数っていうのは残すようにしてます。えー、っていうのがね、やっぱり、あのー、 まあそういうものっていうのをまあ減らしたりとか増やしたりとかっていう感じのことっていうのがねあ、あんまりしたくないっていうのもありますんで、一応高めに設定してます。一応これね、やっぱイベントなんで、もうアイテムでなんとか、じゃあこのアイテム投げたらどうするんだよみたいな感じで言ってくるやつがいるんで、一応最初から設定しただけで基本的にもうね、 あのだからアイテムで圧倒的にバーってすぐ上げれるっていうようなことっていうのはさせないつもりですはいさせない額に設定してると思います、えー、正直にね <coughs> まあそんな感じなんですけど <coughs> 今日ちょっとあんま人の集まりがちょっと悪い感じなんですかねまあ集まんないっていうのはあるんですけどまあ まあ、イベント中とか、これイベント中じゃなくてやった方が良かったかなっていう気もしますね。ああ別にイベントじゃなくても良かったな、まあ。ちょうどイベントだったからまあこれやったんですけど、まあ、少なからずね、これ10人以上集まんないとなかなかね、ちょっとアンケートが厳しいんですよね。えー、なんで、クズエピソードみたいなのもまあ話すものは用意してるんですが、えーまあ もうちょっとかな。で、あと、ポンポンありがとうございます。はい。で、エピソードの投稿等お待ちしておりますんでね、えー、ぜひともお願いいたします。えー、まあ一応仕組みを再度説明するんですが、えー、これね、一応、まあエピソードを話し終わった後に、アンケートを取らせていただきます。はい。そのアンケートっていうのが、まあすごくクズ、クズ。 クズじゃないこの3択でアンケートさせてもらいます、えー、そのうちのねすごくクズに入ったパー,パーセンテージだけはあのそのままポイントになります例えば、えー、とすごくクズが70%だった場合は70点でクズに入ったものに関しては、えー、割るにされますだからクズに 20%, 20入ってたら、えーとまあ、10点加算 ということね、で、まあ、クズじゃないに入った分だけ、あのー、そのポイント分だけマイナスされます。はい、70、20、10と入ってた場合は、えー、結局ね、えー、70点がその計算になりますね。だから、マイナス100からプラス100までっていう、みんなクズ,にじ,ゃないクズじゃないが100%パーだった場合っていうのは、えー、マイナス100点になりますね。えーまあ、そんな感じの、えー、そんな感じになってますけど。 えー、まあこれね、あのー、もしよかったらですね、あのー、コラボに上が,れ上がれる方はね、通知だけでも上げてもらえるとね、えー、非常にありがたいです。はいあ、ぽんぽんありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。で、まあ今日も一応ね、僕もクズエピソードを多少用意してるんですけど、あのー、まああと投稿もね、1件だけ、ちょっと <laughs>、すごい半分なんですけど、いや、まあ、クズだなっていうね、えー、感じのものがあり、 えー、まあ一応ねこれ今3位のシャチさんが来てくれてますからね、えー、3位のシャチさんが来ていただいてるということでね、えー <coughs> うん、そうまあちょっと感想を聞いてみたい、えー、これ寝取りですね NTR というのは寝取りです、えー 寝取り野郎ですね友人から寝取り野郎うシャチということでね、あの僕があの本文を読んでからのねあのタイトルをつけさせていただきましたけど、えー、まあ、ねえー、これは名前を言ってはいけない Y さんからのね、えー、と投稿になります。はい、あーまあ、そう。<coughs> うん まああとね、ちょっとね、あの午前中、ちょっとまあエピソード募集とかまあ宣伝のために配信した時にあに、若干あったんですが、あのこれっていうのは人の、あ、そうですね、あのコックローチさんの寝取りですね。はい、コックローチさんですね、うん。よくよく考えられた名前だと思いますけど。 まあ一応これがね他人のディスに使われてるんじゃないかってディスするための企画なんじゃないかっていう風な話も出てるんですがあの別にそのディス目的とかではないですこれやってるのはねあくまでエンターテインメントとして楽しんでいただければなとえなんでここでねあのその件に異議申し立てされてもあの答える気はないですはい正直ね うんまあ、異議申し立てみたいなんをする、されたところで、まあ、それに本当にね、答える気はないんで、あのー、他でやってっていう感じですかね。この弁解とかそういうのがあっても、ここではさせません、はい。僕も、もし僕のエピソードが来たとしても、弁解する気は一切ないです。はい、そのまま受け入れて点数を取るだけっていうね、うん。まあ、ここの以外の場では弁解するかもしれないですけどね。うん、いや、まあ、あれ虚言だから、つってね。 ああまあそういうトラブルはまあ一応イベントというかまあ企画中なんでねイベント動向関係なしにこれがもうこういう企画なんでああ、はい、まあね一応あと YouTube の方にね、えー、この配信履歴の方も上げておりますんでね、えー、よろしければねそっちも見ていただければなと、えー、思いますはい <laughs> にしてもちょっと微妙に集まんないね、うん、ちょっと10人超えてからちょっとやりたいんだけどなかなか難しいかちなみにちょっと今いる方ちょっと「の」って打ってもらってもいいですかまたタヌキでもいいんでちょっと5人以上いればねちょっと開始しちゃおうかなと思ってるんですけどちょっと今いる方「の」でも「1」でもいいんでね、えー ていただければちょっと幸いなんですがどうかなうんえっまさかのゼロっていうね <laughs> ああ1人1人まあ1号もまだってくれてるとして2人目ぐらいちょっと2人かーちょっとアンケちょっとアンケートるかあ3号ありがとうございますありがとうございます3号ねえー、ちょっとアンケートりますかえー 4号もう始めちゃうか。ちょっと始めちゃいましょうか。ちょっと長いとあれなんでね、まあ、これだけいればまあ形にはなるでしょうということでね、えー、まずね、一つ目のエピソードちょっと話していきたいと思うんですけど、はい、あ,ありがとうございます。でちょっと始めさせていただきますね。 えーまあ、ちょっとで遅れたっていう方も出てくるかもしれないですけどまあ一応10時からということなんでね、えー、まあ、10分ぐらい、まあ、説明してて10分ぐらい経ったっていうことでまあ始めさせていただきますでこれ僕この話がねあのニコ生時代にちょっと本当に僕と仲良かったあのガチ兄貴っていう方がいるんですけどいやねこの人本当ねあの まあ一軒家に住んでて、親が住んでた家っていうのに住んでるんですけどああ、住んでたんですけど、まあ一応ね、オカルト系の配信とかを結構やってたんですよ。で、オカルト系の配信をやってたけど、まあ、要するにニートだったんですよね。で、その親のお金で生きてるみたいな感じで、それと、あとたまにあの絵の仕事とかの依頼を受けてやってるみたいな、まあそういう風な感じの何、何 まあ、漫画とかそっちののなりかけみたいな感じの人だったんですがあの、まあ、その方ねすごい手ラなんですよ。お金ないくせにあの酒ばっか飲んでであの、まあ、僕結構仲良かったんで一時期ねあの話してると。 お金がなくてご飯が食べれないって、ここ数日キャベツしか食ってないみたいな感じのことを言ってて、なんでキャベツって思ったんだけど、その話聞いてね、ああ、いいっすよいいっすよっつって、まあちょっと、じゃあそんなに食えないんだったらいくらか送りましょうかっていう話をしたんですよ。で、マジっすか悪いっすねみたいな感じで、とりあえず一回送って、まあ、あのー、 まあそれはまあ結局まああげたみたいなもんなんでそのお金1万円分パって送ってまあまあこれでちょっと当分めしなんかしのいでくださいみたいな感じでお金送ったんですけどでその後ですねあの 何えー、っとね、まあ、その後からね、あのまあ、その人のちょっと,もうまと、もう仕事がないっていうから、じゃあちょっと家でできる仕事っていうのをなんか考えようみたいな感じで、あのその人遊戯王が好きで、僕もなんか一応そういう遊戯王カードとかの仕入れ先っていうのがちょっとあったんですよ。なんで あのその遊戯王カードっていうのをもう大量に買い占めて、まあ、当時あのモバオクっていう風なオークションサイトがあったんですけど、まあ、そこであのデッキのセットみたいなのを作って売るっていうのをやろうってでそれ結構お金に、まあ、それは結構お金になったんですよでなったんだけどあのあの全部逆代につぎ込まれましたね <laughs> あそれだけだったら、いや、何やってんすかって、その時怒ったんですけど、いや、すみませんって言われて、まあまあまあ、でも、やめてくださいねっていう感じで、あのー、もう、まだそれをね、まあでも、そんなまあ、仕入れれは大した額じゃなかったんで、いや、もういいっすよっつって、うん、だからちょっと、元値だけ変え、残しておいてはくださいねって、別にそんな。 ねえもう最初からそれで金儲けようと思ってないんで、次からちょっと元値ぐらいは返してからにしてくれっていう風な話をしてね。で、まあ、一応儲かってたからって続けてたんですよ、それをね。そこそこ儲かるからって。で、ね、まあ、それをやってたら、なんかもうめんどくさいとか言い出して、ああ、そうっすか、つって。 じゃあもういいっすよ、じゃあもうやめますかっていう話をしだしたら、いや、ちょっとそれは困るみたいな感じで言い出したりとか、まあ、めんどくさいけどお金は欲しいみたいなね、あの、すごいあの、正直なことを言ってくれて、いや、なんかあの、おもなんもめんどくせえなって思いながらね、話は聞いてたんですけど、まあ、その、そういうことがあって、まあ、グダグダしながらも、ちょっとね、あの、そこにね、まあ、そこの仲,仲いい、 何人か数人かとリア突したいみたいな話をしててでその人山口の人だったんですけど山口にねあの提灯祭りみたいなの金,金魚提灯金魚祭りみたいなのがあるんですよであのその金魚祭りみたいなのにあの行こうっていう風な話になってまああの <coughs> まあ僕岡山なんで、まあ、そっからあの、まあ、あの何人かあの集まれるやつ岡山集まってくれたら連れてくよっつってで3人で行ったんですよ結局その時ね結構からそ,その人と絡みがあって俺とも絡みがあった3人いてその3人でバーって行ってで <coughs>、まあ、とりあえずあの山賊っていう有名な山口のなんか店みたいなんがあるんですけどそこで飯買って食ってでその人の家に でまあ金魚祭り行ってまあ適当に楽しかったねっつって帰ってね、うん、であのす寿司食いに行ったんですよその後、うん、で寿司食いにあ次の日だったかな次の日寿司食いに行ったんですよあ次次の日じゃないわその日かその日に寿司食いに行ったんですよね、うん、で寿司食いに行ってあのー、何 僕が出しますよ、ここはみたいなことをすごい言うんですよ。あのでは、ああ、そうなんですかっつって、分かりましたっていう風な感じで言ってたんですけど、いざ払う段階になって、いや、ちょっとお金が足りないんですけど、みたいなことを言い出すんですよね。お前、なんで言ったよ、マジでっていう。うん、いや、もう、まあね、まあ、そこ、まあ、僕は全部出したんですけど、ばって。あの、まあ、 その時、まあ、僕30ぐらいだったんで、まあ、若い子ばっかりだったんでもういいよいいよと俺,俺出すからってって全部出したんですけどで、まあ、その日の夜ねあの、まあそのまあ、ガチアニキっていうのがねその時女性が一人行ってたんですよあの、まあ、ちょっと若めの、ね、女性の方も一緒に行ってたんですけど、まあ、その人の隣に寝出すんですよね、うん、いやまあいいかと思ってて まあ僕も普通に寝てたんですけどあのー、ねあのー、<laughs> 延々と耳元でささやいてくるってこっちに逃げてきたんですよねうんなんであの「あーちょっともうストップストップ」ってこっち来てっつってこっちに誤さしてあのー、<laughs> はいであのー、ちょっとなんかな,なんて言うのかなその時あの LINE で助けてって来たんすよ。あの、なんかね、わかんないけど。で、次の日き、なんでそんでちょっとこうストップストップってって、こっち来させて寝かして、で、僕も普通に寝て、で、まあ,あの、の次の日話を聞いたら、あの、耳元で、あの、ずーっと触っていい、触っていいってつぶやかれたっつって、寝たふりしてたけど。 <laughs> っていうのがあって、もう、ガチでやべえやつだなっていう、もうね、もう、修乱の上に、酒にもだらしなくて、まあ、連れてきた女には、なんか、ね、まあ、リスナーだったんですけど、そのリスナーには手出すっていう手、手出すどころか、もう、触っていいしか言わなかったっていうから、結構やばかったんですけど、まあ、あの、ね、これ何にしようかな。 ま、そういうクズね。えーうん、まあ、ささやき、酔っ払い、金なし、男でいいか。えー、じゃちょっとこれのアンケートをしたいと思います。あ、ちょっと待ってよ。 ああ、おさわりあるちゅうね。うん、でも、その前の金の件も結構、クズじゃない結局、こいつに30万ぐらい出してるからね、一個も返ってこなかったけど。<laughs> はい、ということでね、えー、投票の方お願いします。ちなみに、こいつと切れたのは、まあその後なんだけど、あのー、 その後にね、ちょっとなんかイベントみたいなのをやって、あのー、何、イベントみたいなのをやってね、あのー、<laughs> なんかそのイベントの時きに、まあ、出てはくれたんだけど、そこでも酔っ払いまくって。 あの結局ね、その階段のイベントだったけど、全く階段を語れるような状況じゃなくて、でまあ、ピンチヒッターとして僕がまた回って、そこに出て、がたがたなってるときに、あのーまあまあ、そこで俺がもう本当に怒って、あのー、いやいや、いろんな人参加してるイベントで、もなんつうことをしてくれるんだっていうことでね、僕も他の人のに対する顔もあるから。 やっぱりあのそこでやっぱり本当に怒ってもちょっと一回切るわっつって切ったんですよ、うん、でその後なんかそのガチ兄貴がかわいそうだみたいな話がすごい出てきてでなんか「俺はガチ兄貴に3万円も金を貸してるんだぞ」みたいなやつとかも出てきてね「うん、お前俺に比べたらマシだろ」みたいな感じのことを言われたんですよ、うん なんか、だんだん腹立ってきて、まあ、そん時に初めてあの、全部暴露しましたね。いや、てめえ、お前、こっち取ら、いくら使っとる思うとんねん、言うて。てめえの3万なんて、もう、チンケラもんでもねえぞ、こらっ、つって。言う話でも俺、こっちは30万台っ、つってね、えー。大暴れした感じですね、最終的にね。うん、そしたら、みんなドン引きして、いや、それはないわっ、つって。 しかもこっち仕事させようと思った金をさ仕事さ,させようと思って仕事あっみたいなんしてでまあ立ち行くようになったかなと思って結構儲かりだしたかなっていう金を全部使い込みやがったんだぞみたいな話をしたらもうむちゃくちゃなんかあのガチ兄貴それはひどいよみたいな話に話が変わってきてうんうん <laughs> いやあのエピソードでお願いしますね、その単発とかじゃなくて、あのこれ、あのあのでもこれ、割と低いね。一応、これ、6人集まったんで開票したんですけど、50、えー、っと、17か、67、でも50点ですね。え、そんなにクズじゃないこれ。 50点ですかあ,あそう。そこまでくズに感じなかった。割とクズかなと思ってたんですけど。ちなみに、あの、クズエピソードはね、投稿か、まあ、コメントだとあの、たぶんエピソードとして書けないでしょう、うおそらく。これ、50点ですね。 そんな低い意外と結構これねそうか五十点かこうですねああありがとうございますえシャチの話はもう終わりましたね昨日の段階でね えー、ぜひとも YouTube の方でね、えー、聞いていただければと思います、それはね。えー、シャチさんの,あの昨日の段階でもあの終了してます。はいそうか。そんないかなかったかね。<laughs> じゃあ次の話いきましょうかあのー、まあこれねあの誰の話いこうかなまあこれあのまたこれ主賀っていう女性の話になるんですけど あの被害を受けたんだったら、ぜひあの、その、クズ、その、被害これ、被害報告の場じゃないからね、被害を受けたとか言ってるけど、ここ一応あの、そのエピソード、クズ、クズだと思うエピソードを紹介して、それに点数をつける場だからね、あのー、そのエピソードがあるんだったら、あのー、こっちの投稿の方からね、えー、お願いいたします。別に、<laughs> はい。あ、はるちぽんぽんありがとう。 はい、で一応、これ、花火一発で1点、あのーまあ、増減できますあのライランキング。元の点数は変わらないんですけど、ランキングをこう上げれる、左側の、ね、ポイントだけ変わ,ると変わります、はい。なんでね、あのー、これ、応援花火一発で1点です。えー、それ以上はないんでね、はい。よろしくお願いします。でね、えー、まあ、 くずか。くずもいろいろいるけどね。うん、まあちょっと、このあたりで、投稿が一件来てるんで、あのー、これは非常に短くて短文でいい感じのやつなんですけど、ちょっとこれ聞いていただきましょうか。えー、ちょっとためちゃくちゃ短文です、これ。はい。これをね、ちょっと話していくんですけど、えー、もう2行ですね。 えー、ギャンブルにはまって会社の金に手をつけました。まだバレてません <laughs>。はい、えー、こうもう一回読みましょうか。これギャンブルにはまって会社の金に手をつけました。まだバレてません <laughs>。 行きましょうかねあ、ちょっれたクズクズじゃないとで、えー、出題ですはいこれね、あのもう一回読みますねこれね、短いんでねえーギャンブルにはまって 会社の金に手をつけました。まだバレてません <laughs>。これは、あれでしょう。もう,もうギャンブルの。ギャンブルにはまって、会社の金に手をつけました。まだバレてません <laughs> いい。いこういうんでもいいですからね、うん。ちょっとエピソード性はないけど。 あのー、そう。でも、あの、第三者にもね、これ第三者にもバッチリ分かるじゃないですか。これに関してはね。えー、なんかこういうふうにね、バッチリ第三者に分かるような内容であれば、何でも大丈夫です。あの、分かんないのが一番ダメなんでね。あのー、はい。<laughs> これ、これちょっと開票しましょうか <laughs>。はい、えー。5人いったんでね、もうちょっと5人で基本開、5人以上で開票してるんでね、えー、開票。 あーっと、まあ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 、90点ですね。うん、90点。横、えー、領ギャンブラー男90点ということでね。えー、これ、シャチを超えた感じですね。横、はい、領ギャンブラー。まあ、これ、わかりやすいクズだよね。わ、うん、かりやすいクズといえばクズだね。本当に。 これがえ、匿名ね。で、これが90、90ですね。はい。これはすごい分かりやすいね、あの、クズだと思います。はい。<laughs> いや、これどう考えたらわ分かりやすいクズですこの。 横、まあ、領ギャンブラー男だもんね、これね。会社の金を <laughs>、ギャンブルにはまって、会社の金を使い込みました。まだバレてません <laughs>。もうシンプルにクズだから、本当。めちゃくちゃシンプルなクズエピソードだと思います、これね。まあ、これはやっぱりね、やっぱ分かりやすいのが一番いいのかな。 えー、じゃあちょっとシュカってやつの話ねま,またこれねちょっとあれそっち系になるんですけどまあこれねあのシュカってやつがあの僕に対してねめちゃくちゃ好き好き言ってた時期になるんですけどあの <coughs> そうあのナチっていう女とその彼氏と一緒に遊びに行ってるんですよ。 その時にナチってまあ友達だったんですけど、あのー、その友達のまあ男に対してね、あのー、すごいね、あのー、アピールをしてたとあなんか、あのーね、もうボディタッチしてみたりだとかねタバコの煙の吹きかけ合いみたいなのをしてみたりだとか。 えーまあげくの果てにはね、あのー、その、何その友達の彼氏のことを、ちょっと誘ってみたりだとかしたあげくですね、あのー、<laughs> 何に、えー、まあ、あのー、まあトイレに行って、まあ、その、ね、お彼氏の、何彼氏のものをしゃぶろうとしたっていう。 ええー、ああこれくずいな <laughs> はい何にしようかなこれええー、でまあそれも住んでのところでねあの店員さんが来たんでちょっと止められたらしいんですけどえー、えー、とねこれシャチとかぶるんだけどね まあそれが原因でね、今消えちゃいましたけど、友人から寝取り失敗女。これ、主家ってやつですね。まあ、それ、これはどうかなしかもその時めちゃくちゃ他の男に好き好き言ってるんだよ。でも、にもかかわらず他の男は欲しくなっちゃうっていうね。他の、 あの友達の男は欲しくなっちゃうっていうね。いや、これは確実にクズじゃないと思うんだけど、うん。まあ、これが原因でねあの、ネットから引退もしてます。はい、一回ね、あの姿を消してます。まあ、最近また復活したっぽい感じはあるんですけど、あのーうん、寝取ろうとして失敗したみたいなね。うん。でもね、彼女言ってました。はい。 あの、私、しゃぶることでしか愛を表現できないのを言うて <laughs> ち、ちんこしゃぶることでしか愛を表現できないのを言うてました、本当に。まあね まあこれもあの主家っていう方なんですけどね、えー、一応ちょっとねあの道にくだらない話だったのかもしれないけどちょっと投票だけね、えー、お願いできればなと思いますはいまあ友人の彼氏のものをしゃぶろうとしてあの店員に止められてあの失敗した女っていうね、えー、ちなみにその件の後、ね、あとねすべてその男のせいにしてます、えー、この件ね この件あの件あ男のせいにしてます、全部ね、うん。あいつがなんか急にそういうことをレイプされかけたんや、言,われ言ってましたね。うんまあ、<laughs> その嘘がめくれて、まあ,あのインターネットから引退した、えー、シュカさん、えー、このクズ度合いはいかにということでね。えー、これあ、今1人なんでね、ぜひとも投票の方をお願いいたします。はいあ ちなみにね、これね、コラボに上がっていただいて、そのクズエピソードみたいなのを話していただいてもね、えー、全然構わないです。はい、そう。むしろねあの、それは全然ありがたいんですけど、うん、なかなかねあの、コラボ来てくれる方もいないんでね、えー、もう一回簡単に話すと、友人の彼氏を寝取ろうとしてあの、失敗した女ですね。 うんまあ、あのバーのトイレでんこをしゃぶろうとして、店員に見つかりそうになってあの辞めるっていう、で辞めた上にその後、ね、あのね、ー、全部その男にあの無理やりやらされそうになったみたいな感じの言い訳をしだすっていうね、で1、あのーまあ、回それで詰められてネットから消えてます。はい、これシュカっていう女なんですけど これはどうかなちょっと投票の方ね、ぜひお願いします、見てる。の潜ってる方もね、えー、ちょっと投票ばっかで申し訳ないですけど。まあちょっと一旦ね、この投票をしてる間にね、まあ、雑談はあれかなでも、2人は厳しいよね。せめてあの5人、最低5人投票して <laughs> もらえないとね、えー、次に行けないんで、ぜひともね、潜ってる方投票お願いいたします。 はい、そう <coughs> あとクズエピソードねめちゃくちゃ思いついてたんであそうあの件次話,す話そう、うん、ちょっとね次話すやつね決まりましたこれもねニコ生時代の次,次のエピソードはねニコ生時代のエピソードになるんですけど あともう一人お願いします。えもう一回説明すると、友人の彼女、友人とその友人の彼氏と一緒に遊びに行って、その彼氏のチンコをしゃぶろうとして、店員に見つかって失敗して全部彼氏のせいにした女ですね。うーん。はい。ということで、5人来きましたんでねえ。ありがとうございます。おう。 でもこれあれなんだねこれ20点なんだねうんはいこれ20点ですねすごくクズが60点でクズじゃないが40%でもこれクズだと思うけどね俺ねうんそんなクズじゃない感じある友人から寝取り失敗女主か これまさかだったね。いや、結構これはいくと思ったんだけどね。あっで、これが20点ですね。そう、靴じゃないってこれ入れてるの誰なんだろうね。 そうか。いや、クズじゃないに入ると思わなかったけどね。普通にクズだと思ったんだけどな。はい。えー、どういうことですなんかなってるな。もしかして投稿が来たあ、なんか投稿が来ましたね、これね。ちょっと待ってくださいね。投稿が1件来たんで、先に、投稿、投稿、これちゃんと、ちゃんとした投稿と,とりあえず見ますか。うん。 これ匿名さんから投稿があったんですけど、あるんですけど、はいえー、ちょっとですね、えーまあ、この話をね話させていただきたいと思います。えー、っと匿名規模より、おじたんというおじさんに粘着され、勝手に彼女と言い回られ、コラボにあげないと暴言を吐かれます。 その粘着がひどく精神的に追い詰め配信をやめてしまった女の子もたたいますアカウントを変えても見つけ出し粘着されます自分の思い通りに行かないと自爆に人が集まらないので,多枠,で多枠コラボで捏造エピソードをばらまかれ配信をやめるまで追い続けられますとねえー、まあ何にしようかな これタイトル何にしようかなタイトル難しいな。えー、これはあれだね。粘着。粘着巨源男でいいか。うん、粘着巨源男。 すごくクズクズクズじゃないと。えー、でちょっとこれであの出題させていただきます。はい、えー、もう一回読ませていただきますね。えー、匿名希望よりおじさんというおじさんに粘着され勝手に彼女と言い回われコラボにあげないと暴言を吐かれます。 その粘着がひどく、精神的に追い詰め、配信をやめてしまった女の子もたたいますアカウントも変え。アカウントを変えても見つけ出し、粘着されます。自分の思い通りに行かないと、自爆に人が集まらないので、多枠コラボで捏造エピソードをばらまき続,か続けられ、えー、配信をやめるまで追い続けられます。 これ粘着巨幻ストーカー男みたいな感じでも良かったかもしれないですね。えー、まあこれね、あの投票の方ぜひお願いいたします。はい。まあもう一回読みますね。まあ、短いんでね。匿名規模より、まあだからおじたんっていうおじさんがね、おじたんっていうハンドルネームの人なんですけど、まあこの方がですね、えー、まあ女性に対してね、あのー、まあ 付き合ってると嘘をつきまくってあのー、まあその虚言のエピソードを吐きまくるっていうことなんですかね、うん、こいつは俺の彼女やからみたいな感じで言い回ってるっていうことなんですかね同意同意もなくまあちょっと痛いおっさんなんですけどその粘着でいろんなコラボにえ マシュマロを投げたのってどういうことマッシュマロよくわかんないんですよね、僕。うん、え一応今読んでますよ、おじたんのは。うん、あー、ポンポンありがとうございます。おじたんのやつは読んでますよ、今。ああなたがいや、これどうやってか、かかああののプレミア会員じゃないと返せなかったんで、ちょっと返せなかったです。はい。 あのちなみに僕はあの戦国なでこ派なんであの多分そうだと思ったんだけどあの返事ができなかったですねでは開票ということでね、えー、プレミアムじゃないと返事返せませんってなってました <laughs> 返そうと思ったらはいということでこれ点数がですね、えー と、いくつだこれ67、六十七パーの、えー、これ何も、八八点まあ九か。二二は九九でマイナス八だから、五十九ですね。えー、これ59点です。はい。これ59点になります。はい。粘着虚言男、五十九点。割とシビアですね、今日ね。 もうちょっとこれも点数いってもいいかなと思ったんだけどね。うん、59点。で、これがおじたんと。これ59点ですね。 まああじゃあ次のエピソードちょっと行きたいと思うんですけど、いやね、えちょっとこれ、ゆるいの1個挟んでいきますか。ちょっとね、次はガチのやつなんで、あのゆるいの1個挟んでいきます、えー。これはですね、あのー、僕はツイキャスでちょっと喧嘩凸待ちをやってたんですけど、あのー、何喧嘩凸待ちをやってるとですね、まあ喧嘩凸って基本暴言とかを 言うんですけど暴言とかっていうかあの、そういうね、あのちょっとつきつい言葉みたいなのを使ったりするんですけど、ちょっと喧嘩凸に来ましたって女性の方が上がってきたんですよ。うん、でその女性の方はですね、あの喧嘩凸っていう風な感じだったんだけど、なんかね、ちょっとなんか暴言を浴びせるとですね、なんかもう、 なんかめちゃくちゃ喘ぎ声出すんですよ。うんあのー、そうもっと攻めてみたいな感じでいやいやいやちょっとこう喧嘩かつだからねみたいな話をしてたんですけどもうずっとねその <laughs> そのね何て言うの全部エロい話に持っていくのよ何を喋っても。うん とねでも、常に声はあえいでるのよ。もうこれね、僕ね、正直、あの喧嘩突、全く勝てなかったです。もう勘弁してくれ、言いました、はあ。まあね、これは <laughs> まクズではないか。はあ、今日、シビアですね、うん。まあ一応ね、点数上げたい場合っていうのは、一応、応援花火で一応、まあ、 1>, 1ポイントあげますけどね。はい。ちょっとあれは負けましたね。うん。そう、あれは、しんどかった。もうね、しかもね、結構ね、可愛いのよ、その子。まあ、まあ、ちょっと一応ね、あの、あんまり、細かい話はね、あの言わないんだけど、あの、今は、当時はね、ちょっとどうだったかわかんないんだけど、今はなんか現役の AV 女優ですね。 はい、<laughs> やばいからほんとに <laughs> バンダなるわマジで今やったら、まあ、当時だったからまだよかったけどい今やったらマジでバンになるはあんなのほんとに、はい、とある AV 女優ですねあの昔あの「ウマ娘プリティダービー」が好きなあの ねあのー、あれですねであの化け物語で言うとあの戦後あ違違う違う戦場ヶ原推しのあのー、AV 女優さんですねはい <laughs> あーまあ名前は言わないですけどねこれ名前言ってもいいのかなダメだよね名前は言わない方がいいよねこんなとこでそう何言われても言葉攻めだ言うて ライスシャワーはまあいいですね。ライスシャワーかわいいですね、うん。そこはでもライスシャワーってね、どっちか言うと、まあね、あのー、なでこ系やん。うん、やっぱなでここそ正義ってことでね、えー、いいんじゃないかなと思いますけどね。は,い <laughs> これは 全然クズエピソードじゃなかったんですけど、まあ、たまたま来てくれてたんで、あのーうん <laughs> ね、メッセージも <laughs> 投げてくれてたんだけどプレミアじゃないと返せませんみたいな感じのがあったんでちょっとスルーみたいな感じになっちゃったんですけど、あのー、わざわざ来ていただいたんでね、あのーうん、ちょっとそのエピソードをちょっと話させていただきました。はい いや、でも、ヤンデレは戦場、ちょ、この話をしらしたらちょっと長くなるからね。な長くなるから、ほんとに。まあでも、もう、いっか。ちょっとね、もう一個エピソードを話そうと思ってたんですけど、まあ人も減ってきたしね、<laughs> この辺りにしときますか。うん。いや、でも、ヤンデレだったら戦場ヶ原の方が全然ヤンデレじゃないだって。すぐ刺すやん、コンパスとかで。 もう文房具は武器と思ってるからね、彼女ね、本当に。どっちが病んでんだよ、みたいな感じになるからね。うん。やそうヤンデレといえば、もう、あれよ。いや、まあ、選ばれても、あの、ヤンデレには変わりないからね。うん、ヤンデレってね、結構ね、 女に好かれるんだけど男にはあんま好かれないのよ。キモいっつって。うん。なんでお前そうやって刺すばっかすんのみたいなね。気持ち悪いんだけどみたいな感じあるから。うん。まあでも、化け物語ももう今更感すごいあるけどね、もう。ぶっちゃけ。今更、今更みたいな。 今更まだ見てるみたいな感じのとこ結構あると思うよ。ぶっちゃけ俺も見てないからね <laughs>。見てないっていうかまあ、もうやってないし。あ、そうなのいや、もう、もういいんじゃないっていう感じするけどね、でも。もまだ、まだそれ、バチバチ見るみたいな人そんなにいないんじゃないって気しない そんなバチバチ流行りみたいな感じになんないと思うけどね、あれは。もうすでにね。まあ、個人的な見解だからさ、わかんないけど、もうよくないっていう <laughs>、うん、気はしますけどね。うん。いや、スクールデイズ。 クールデイズはどうなんだろうね。あ、あの、ち,ょもしちなみにね、あの、9号さんね、ちょっと名前出てないから一応聞いてもよければあれなんだけど、今はどこで活動してるんですか県的には。どこまで行っていいかわかんないんでね、ちょっとね、あの、ちょっと今度、ね、 こそ店でも行こうかなっていう <laughs> 宮城やっ、ま、た微妙なとこだなそれだったら前のところの方が行きやすかったわおいおい了解、うん、それだったら俺前のところの方が行きやすかったね、うん、ぶっちゃけ 前というか、まあ一番最初のところね。<coughs> 宮城はちょっと微妙だな。ちょっと一回店でも行こうかなと思ったんだけど。うん。いやでも予約必須だよね、言うてね。多分ね。予約必須っぽいよね。でも俺が店に来られても困るよね、正直ね。うん、よく考えたら。うん、まあ確か 困りそうだね、ちょっとね。いや、嘘です、忘れてください。笑,笑うでしょでも顔知らないでしょあ、どうも、いそらくです言うていくから。行 <laughs> くんだったら、顔知らなくても。いや、ていうか、プ、うん、レイできるのかなっていうところはあるけどね。うんうん そこ行ったとこであやりきれるのかなっていうちょっと待ってねうん <laughs> ゲス配信者ってひどくないちょっと言ってること <coughs> まあ久しぶりの人なんでねちょっと話しちゃいますけどうんまあぜひね一度お店に行きたいと思ってるのはあるんですけどねはいいやねあのまああとはねあの香川のあの今元何風俗城の人からもねあのめちゃくちゃ 恋言われてたけどね <laughs> ああ。この9号さんはまあちょっとまあちょっと行きたいって思うところあるよね。はいまあ、ということでねまあちょっと <laughs> こんなん言ってたらねいろいろお叱り受けそうな感じはするけどね。ああいやちなみにあの彼女いたら僕行かないんでね。 あの彼女いないいなかったら全然行きますけどあの今いないんであのー、<laughs> い,いけるなと思ったり、うん、してはいるんだけどうんはいそうなかなかね珍しいって俺ずっとフリーだよ 言うてうん、当分いやねちょっともう僕もウマ娘もねなんかぶっちゃけさあの同じとこ入ってたんだけどいやあれねもう全然出なくてもう腹立ってきてもうやめちゃったんだよねむちゃくちゃあのその何課金の石とか貯めて 全く出ないと、だからもうずーっと回してても全然出ないのよ。うん、でも、貯めれる、も課金しないともうこれ以上カードたまんねえやってなってやめましたね、うん。でも最近またちょっと復帰してる感はあるけど、実は、こっそり。いや、あれはね、もうほんと、マジで出ない。 ガチャ渋すぎんって思うぐらい出ないね。うん。ちょっと課金ゲーすぎてね、ちょっと疲れてきちゃったっていうのがあってやめましたね、ほんと。うん。毎月うん万課金しないと無理じゃないですか、あんな。<laughs> しかも出る確率がね、もう本当に10連3回やって1回出たらいい方ぐらいな感じだから、もうむちゃくちゃきついのよ。うやってるのが。いや、課金したよ、あれ。結構課金した、あの時は。だからもうあの、何一番最初にあった、あの何、何なんかあったじゃん、あの、お得な課金パックは全部買ってる。<laughs> うん、お得な課金パックみたいなのは全部買ってるね、うん、それでやっと1個そうなっただけだからね、うん、むちゃくちゃきついからマジであんな無課金でできないいやーもういいかなーってかそこまで課金 これ以上したくないいなっていうね、うん、なんでちょいちょいね、あのー、最近ログインして育てたりしてますけどね。あのー、まあ、うん、まあ、そのスーパークリークって結構いいキャラいるんですけど、まあ、それが一応今の僕があの限界突破マックスまでしてるっていうのがあれですね、えー、今一番いいキャラといえばいいキャラですね。 まあなんでちょっとまあ明日もねまたやりますんでねよければエピソードあれば投稿等お願いいたしますはいまあなかなかね投稿とかも難しいと思いますけどまあ明日もまたやりますはい <laughs> まあ正直ひどいなーっていうのは思いましたけどね いやーほんと絶対そのうちお前店や行ったるかでも宮城かなんか北の方だよね多分ね宮城はちょっと遠いないや、一番行きづらいとこなのよねその辺新幹線でも東京経由だし飛行機でも時価ないでしょうまあ接待プレイしてもらおううん 接待プレーしてもらいますもん行った時にはね、はい、ではちょっと終わりますねお疲れ様でした